カーティス・グランダーソン・ジュニアは、アメリカ合衆国入りの異衆国軍、ブルーアイランド出身の元プロ野球選手、右ト左ヒ愛称は、グランディーマン。1981年に、イリノイ州シカゴの郊外で誕生。両親は共に教師であったため、しつけに厳しく、学業である程度の成績を収めないと、スポーツをさせてもらえなかった。イリノイ大学シカゴ進学し野球部に、 入部2002年に打率484を記録してスカウトの注目の的となるデトロイトタイガース時代2002年の MLB ドラフトでデトロイトタイガースから指名を受けたただパワーに難ありと見られていたため指名順位は3巡目まで落ちることとなったドラフト指名から1ヶ月ほどで入団契約を交わし参加の a 級オネオンタタイガースで プロデビュー。52試合に出場し、打率。344を記録するなどの活躍で、リーグ MVP を受賞した。2003年は、A 級レイクランドフライングタイガースでプレーした。2004年は、A 級エリーシーウルブズへと昇格。AA 級では123試合で打率。303.21本類が、93打点、14盗塁を記録し、 タイガースのマイナー最優秀選手に選出された。AA 級エリーでの活躍後、9月にメジャーへ昇格し、13日のミネソタツインズ戦でメジャーデビュー9試合に出場してシーズンを終える。2005年はシーズン開幕をトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで迎え、7月中旬までマイナーリーグで過ごす。そこで15本塁打を放って7月22日に、 メジャーへ昇格し、6試合で打率。318を記録したが、チーム事情で再びマイナーへ降格となった。8月に再昇格してからは、9月15日にランニング本塁打、18日に5打数5安打、26日にはサヨナラ本塁打など、周囲に強い印象を残した。年は開幕から一番。 中堅守でレギュラーに定着。159試合に出場し、19本塁打、31二塁打を放つ。この年から、タイガースのコーチに就任したアンリバンスライクと、ドンスロートの二人から指導を受けたことが良かったという。しかし、アメリカンリーグ最多の174三振を喫し、打率も、262止まった上盗塁も8個しか決めておらず。 一番脱者としての仕事をしたとは言い難い。またこの年、チームは12年連続の負け越しを脱して、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズへ進出。しかし、セントルイスカージナルスとの対戦となった同シリーズでは、打率、0球ごと、ほぼ完璧に封じ込まれただけでなく、第4戦では足を滑らせて、飛球を取り損ね、失点のきっかけを作るなど、苦い経験をして、 シーズンを終えた。2007年も引き続き二人から指導を受けて、総攻守で進歩した。打撃では、打率で自身初の、300を記録したほか、二塁打、三塁打、本塁打のすべてで二桁に達する、トリプルダブルをオールスターゲーム前に達成。9月9日には投塁も20に達し、20投塁、22塁打、23塁打、20本塁打を達成した。 この記録を達成したのは、フランク・シュルトとウィリー・メイズに次いで、メジャー史上3人目である。またこの年のシーズン3塁打数23本は、1949年に、デイル・ミッチェルが記録して、以来、58年ぶりの記録となった。2008年は、シーズン開幕前の2月4日に5年総額3025万ドルで、タイガースと契約を延長。しかし、 シーズン開幕前のオープン戦で支給を受けて、右手中指を骨折し、故障者リスト入りしたため開幕から21試合の欠場を余儀なくされた。シーズン初出場は4月23日で、これ以降は全141試合に出場。8月に6三塁打を放つなど、シーズン通算で13三塁打は2年連続で、リーグ1位となった。また打率は、 280と前年を下回ったが、自己最多の71支給を記録し、出塁率も365と前年を上回った。ただ、チームの打線は長距離打者が並んでいたものの、その打線が不発だった時に、機動力を使う攻撃ができず、12盗塁は期待外れな成績となった。この年のオフには、人柄と野球に対する情熱を見込まれて、 アドセリグコミッショナーから MLB の国際親善大使に任命され中国、イタリア、南アフリカを訪問している。2009年はシーズン開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンではオールスターゲームに初めて選出された。しかし終始低打率に苦しみ最終的に レギュラー定着後では最低の打率、249に終わった。一方で30本塁打を放ち、2年ぶりの20、盗塁も達成した。ニューヨークヤンキース時代2009年12月9日に、アリゾナダイヤモンドバックスを交えた三角トレードによる、フィルコーク、オースティン・ジャクソンとのトレードで、ニューヨークヤンキースへ移籍した。2010年は、4年連続となる20本塁打以上。 当類成功率86%などを記録した。一方、打率247話に終わった。2011年8月25日には、オークランドアスレチックス戦で記録された、メジャーリーグ史上初の1球団による1試合3、満塁本塁打の一員となった。5回裏に、ロビンソン化の6回裏に、ラッセル・マーティンが満塁本塁打を放ったのに続いて、8回裏に、 満塁本塁打を放ち、記録が樹立された。シーズンでは主に2番打者としての出場ながら119打点を挙げ、自身初の打点王に輝いた。ホームランもアリーグ2位の41本を記録し、自身2度目となるオールスターゲーム出場を果たした。シーズン終了後にはシルバースラッガー賞を受賞した。40本塁打、13塁打、25盗塁を同時に達成したのは、 メジャー史上初である。2012年はアリーグ2位、さらにはキャリアハイとなる43本塁打を記録し、2年連続3度目となるオールスターゲーム出場を果たす。ヤンキースの選手として2年連続で40本塁打以上を達成した5人目の選手となった。その一方でキャリアワーストの打率、232アリーグワースト2位の195三振を喫した。 オフに1500万ドルの球団オプションが行使され残留が決まった。12月には MLB の国際親善大使として日本と韓国を訪れた。日本では相撲部屋を見学したり、東日本大震災の被災地である宮城県石巻市や道名取市立、ゆりあげ中学校で野球教室を開催した。2013年は、 故障の影響で61試合の出場に止まり、2005年以来8年ぶりに規定打席到達を逃した。打率229.7本塁が15打点に終わり、打率は規定打席に到達していないシーズンを含めても自己最低の成績となった。本塁打及び打点もそれぞれを1以上記録したシーズンの数値としては最低であった。 10月31日にフリーエージェントとなった。ニューヨークメッツ時代2013年12月6日に、ニューヨークメッツと4年総額6000万ドルで合意し、9日に球団が正式発表した。2014年は故障なくシーズンを過ごし、155試合に出場。しかし、打撃不振に陥り打率22、227、24類が66打点。 141? 三振という成績に終わった。2015年は157試合に出場した。打撃では打率、259、26本塁打、70打点、オプス、821を記録し、前年の不振から脱却して強打者らしい内容であった。抜群の選球眼も健在で、91支球は自己ベストであり、出塁率、 364はキャリア2番目に並んだ。総類では3シーズンぶりの2桁投塁となる11投塁を決めたほかリーグ6位の98得点を記録した。ワールドシリーズでは5試合で3本類打5打点を記録するなど奮闘したが敗退した。2016年は開幕から前シーズン同様1番か2番打者を 勤めていたが、8月中旬以降は打順を点々とし、最終的には4番に落ち着いた。チームに故障者が相次ぐ中、自身は大きな離脱もなく150試合に出場し、打率は237ながら4年ぶりに30本塁打をクリアした。しかし得点圏打率は152と振るわなかった。オフには、 母校のイリノイ大学で2014年に開場した、球場などの施設建設のために500万ドルを寄付した、ほか、自身が運営する基金を通じた子供への野球教室や教育活動が評価され、ロベルト・クレメンテ賞を受賞。2017年6月15日のシカゴ・カブス戦で通算300本塁打を記録した。ロサンゼルス・ドジャース時代2017年8月18日に、 後日発表選手とのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。トロントブルージェイズ時代2018年1月23日にトロントブルージェイズと1年500万ドルで契約を結んだ。2018年8月31日にデミオリモロイトのトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。 2019年2月5日に、マイアミマーリンズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月21日にメジャー契約を結んで40人枠入り、打率183、12本塁打、34打点に終わった。オフの10月31日に FA となった。2020年1月31日に、 現役引退を表明した。メジャー史上3人目の202020 2020クラブ達成者。左投手を苦手としており、2009年終了時点での通算成績は、対右投手が打率292、オプス894なのに対し、対左投手は打率210、オプス614である。特に2009年は対左で打率。 183、オプス48、484と全く打てなかった。2007年には、トールを27回試みて26回、成功させているが、本人によると、打席から一塁ベースまでは3.9秒。メジャーの平均が確か4.1秒のはずだから、脚力は多少あるというぐらいとのこと。人格面で高い評価を得ており、スポーツイラストレーテッド式格の、 感じの良いメジャーリーガーでは5位にランクインしたほか、2015年度のルー・ゲイリック賞に選ばれている。さらに、パフォーマンス及び地域社会に貢献し、周囲に刺激を与えた選手に贈られるマービン・ミラー賞を受賞している。また、ファンサービスに熱心な一面もあり、球場内外を問わずたびたびファンにサインする姿を見せる。 2006年からは MLB の国際親善大使としてイギリス、オランダ、日本、中国、イタリア等の国を訪問して野球教室を開くなど精力的に活動している。2012年に来日。12月6日には大相撲嵐・オ部屋の稽古を見学した。また、同日に、早稲田大学にて MLB ジャパン。 在日米国大使館らが主催したスポーツマネジメントセミナーについて考えるに出席し、講演を行った。同9日には2011年に発生した東日本大震災の被災地である宮城県石巻市民球場のリニューアルオープニングの式典に出席。式典の後には少年野球の指導を行った。同12日には沖縄県を訪問。 複数の高校を訪れ、講演や野球指導を行った。父は小中併設校の校長、母は高校の科学教員、姉の一人が英語学の大学教授という教員一家に育ち、自身も入りの依頼を卒業してから MLB、入りするなど教育に対する思考が強い。教育に勝る資源はないと思うという信念を持ち、2009年には、 All You Can Be, Dream It, Draw It, Become It.2011 年には、やれることをやりきれ、スポーツを通して学び、成長しようという子供向けの啓発本を出版している。これらの功績が評価され2016年に、ロベルト・クレメンテ賞を受賞した。初記録、ありがとうございます。